これから6回ドラゴンズの攻撃です。一方タイガースはピッチャーが変わります。石井2番手としてコールされています。ここはきっちり抑えてリードを守りたい場面となりました。バッターは阿部。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。インコース詰まりました。ここは打ち上げています。北条抑えてワンアウト。バッターボックスには4番ビシエド。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ワンアウトランナーありません。スライダー決まりました。あっという間にツーストライクです。3球目打ちました。さあどうだ、このフライはどうだ、落ちるか。センター掴んでツーアウト。5番バッター高橋、先ほどの打席で一時同点となるホームランを放っています。ツーアウトになっています。痛烈、これはどうだ、これはセカンドライナー。反撃したいドラゴンズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。小宮山さん、リードをして7回を迎えているわけですが、この回以降どういったことがポイントになってきますか。まああとはブルペン次第ですよね。つないでつないでということでしょうか。継投のタイミングにも注目したいと思います。いやー、角度のあるクロスファイヤーいいですね。インロー、指にかかったストレートで空振り。ノーボールツーストライクです。引っ張った、これはどうか、おっと取った、一塁送球アウト。スーパープレイ。打順は7番京田、先ほどの打席でヒットを放っています。石井、まずは先頭バッターを打ち取っています。取った、ツーアウトになりました。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあ、そうですね、やはり長打は避けたいですから、高めを少し見せつつも要所は低めを攻めることになりますね。なるほど、ではバッテリーの組み立てに注目ですね。打ちました、痛烈な打球、打球は切れて切れました、ファウルボールです。さてこの福田、どういうバッターなんでしょうか。まあ、日本人離れしたパワーを持ってますね。怖いバッターですよ。変化球空振り、3アウト、チェンジ。反撃したいドラゴンズでしたが、ここは三者凡退。